がぐっと寄って女子シングルフリー第3グループの最初に日本の須栗文江が登場します。Representing Japan, please welcome now, Fumiya Suguri. 祈ってふーっと大きな息を吐いて、さあこれからフリー、バンクーバーの世界選手権では7位、世界的な評価が非常に高い須栗文江。日本のあのちっちゃな文江という女の子の演技が心に残って離れないんだよと、そう思ってもらえるような4分間にしたい。ベートーベンの月光です。何としても決めたい最初のコンビネーションジャンプ。はい、なりましたね。トリプルダブルでしたが、はい、ダブルトーループです。でも素敵な高さもありましたし、流れもありました。良かったです。まず頭は無理はしませんでした。トリプルフリップです。トリプルサルコーも決まって、まずジャンプでいい流れを作ってきました。闇の中でも人々を導ける月の光、オリンピックをいろんな思いで見ている人の心を動かすような、平和を純粋に願う心、希望などを感じてもらえたら嬉しい、そんな話をしていました。フェンスに少し近づきすぎました。ダブルになってしまいましたね。これでトリプルルッツはコンビネーションと今の単独2つ入りました、はい、ここでトリプルとダブルとコンビネーションです。コンビネーションは2つ入りましたが、トリプルトリプルまでは決まりませんでした。ですね。はい、ダブルアクセルでしたね。じーっと見入っていた場内のファンが最後のスピード感あふれるスピンで
目を覚ましたように大きな拍手、心にしみる細やかなフリープログラム、日本のスグリフへ力を出し切りました。素晴らしかったですね。とても美しいラインと強いところと両方出てましたよね。Once again, Fumiya Suguri. 人の心の細やかな表現の振り付けをさせたら、今世界でもトップと言われるローリー・ニコルの、はい、その世界を実に見事に表現しました、はい、トリプルトリプルのコンビネーションはなかったですが、素晴らしい出来で、トータル的に素晴らしかったプログラムだと思います。じーっとこう息を凝らしてですね、はい、この16,500人のですね、はい、ファンがこう息を凝らしてじーっと見つめる時間がかなりありましたよ ね、 ね、はい、吸い込まれるようでしたよね、やっぱり良かったです。白田監督も非常にこの満足そうに迎えました。これはトリプルルッツですね、高いジャンプでした。ダブルトーコンビネーション、最初のトリプルルッツダブルトーコンビネーションです。これはトリプルフリップです。高さも十分ありました。綺麗なランディングでしたね、はい、はい、これは2つ目のトリプルルッツだと思います。はい、少しフリーエッグ引くのが遅れたんですが、よく頑張りましたよね、はい、はい、素晴らしかったと思います。そしてこの最後のですね、コンビネーションスピンが、はい、本当にもう軸がピタッと決まって見事でしたね、はい、素晴らしい速さで回りましたよね、とても良かったと思います。力を出し切ったスグリのフィニッシュの表情、さあご覧の得点に場内が沸きました。高い評価を受けました。第1採点、技術的な評価、テクニカルメリット、素晴らしい点ですね。いい点が出ましたね、はい、さあそしてプレゼンテーション、はい、あ、こちらも出ました。 5.5 から 5.6、まあ、5.3 をつけたジャッジがいますが、ほとんどが 5.5 以上です、はい、トップに立ちました日本のスグリフへ。とても美しかったですものね、本当に魅了されましたよね。そうですね、はい、